Hello， 大家好，我是江爹。今天呢，我们要带大家去看日本的超市。我们家最近的超市是唐吉诃德东吉诃德，它跟一般的唐吉诃德不太一样，因为它里面好像日本的超市要卖蔬菜那些。那今天我们晚餐要吃火锅，那边，那边。对，因为我们今天要吃火锅，所以要去买火锅食材，走吧。中国語で番薯番薯番薯玉ねぎ鍋に風ちゃん玉ねぎ切れる切れるよ私切れないよ何が出るうんご来店のお客様にお知らせ。一個いくら？ただいま1階入り口とか38。ちなみに鍋の締めは最後に、麺を入れて、その残り汁でラーメン作ります。細めの方が好き？他说就是这个细细的面，因为他说在最后用这个比较好吃。然后大家看这个便当。咖喱饭只要298日元，蛤蜊饭也是298，我觉得好便宜哦。然后大家看日本的火锅啊，有这么多，就是汤汁，看你要买什么。这个是泡菜，然后是豚骨酱油锅，豚骨醤油。那这个是塩醬粉，还有这个是寄せ鍋。寄せ鍋っていうのはいろんなものが入ってるって意味です。これ安いねこれ。一番安いのは今だけの特売品。そうそう。じゃあ特売品っていうのは特に安い品って意味です。どれにする？何食いたい？どれにします？前豚骨醤油食ったんだよな。豚骨醤油は美味しかった。美味しかったね。味噌鍋もあるじゃん。味噌俺苦手。ああ。どうしよう一番売れてるけど。私キムチは苦手。キムチやだ。ちゃんこ。寄せ鍋も美味しそうだけどな。寄せ鍋これ。うん。じゃあこれにしよう。締めまで美味しいって書いてあるしな。これにしてみよう。那我们这次要吃这个寄せ鍋。ルーちゃん前豚骨醤油の方が食いたかった。これの方が食べたい。いいよ。こっちね。イエーイ。えのき58円。白菜1/4カット。这种一个。然后呢，我们吃火锅还一个吃一个很重要的东西，就是这个，噔噔，水饺，它这个只要158日元，超便宜的，我每次都会吃。然后这个是しらたき，我不知道这个中文是什么。しらたき。しらたき。88元。安い。我们一直想要喝什么饮料，就是最后决定要买这个可尔必斯，一定要喝这个才吃火锅才会幸福。噔噔，那大家猜我们这样子多少钱？给大家猜猜看。分别给一个阿斗莫，阿德德米。2200元，哎，2000元。2000，じゃあ私1800円にする。はい。这里东西都要自己装，所以文章现在努力在帮忙装袋子。スーパーの紹介を忘れたよ。いやまあちょっとしたじゃん。ちょっと確かにちょっとしかしてないって感じかな。Let's cooking。噔噔，这个就是我们今天买的全部的东西。看我们买什么？这个水餃子。白菜。玉ねぎ。洋葱、玉ねぎ。豚肉。猪肉是不丹尼克拉面。拉面，締め最後に入れます。还有这个。切り方。蒟蒻丝。しらたき。えのき。そう、えのきだけ。えのき，这个是金针菇，还有这个最重要，这个超级好喝，它是这个。結局これにしました。然后呢，是我们家里本来就有的东西，这个超可爱的，これ文也君が買ってくれたやつです。ご飯です。そう、これ肉団子です。
这个是我买超大包的，它这个里面有很多颗给大家看。ほうぶ，这个也是我们上次买没有吃完的。鍋つくよ。あなたが料理してる女の子アピール取ってあげるよ。だからやってると思わない。今も取ってるよ。もっと効率よく切ろうよ。で、基本ギーってやるんじゃなくて、こんな感じ。用意できました。これふーちゃんが来てくれたんです。白菜、えのき、肉団子、玉ねぎ、ミート。同じものばかり紹介してる。ミート。豚骨醤油入れていきます。イエス。水とか入れなくていいの？最初は。入れない。もう全部入れちゃいます。はい。ご飯炊いたね。ご飯。お肉お肉お肉。お肉まだだよ。肉沸騰してから先にこういうの入れとくの。我刚才就换眼镜了，因为戴隐形眼镜眼睛太不舒服了。いただきます。うわ、美味しそう。给大家看这个肉。鶏団子も食えるよ。よいしょ。いただきます。おいしい。しっかり味ついてる。嗯，结果我们今天就是怎样？我们今天是一个很简单的吃火锅的动画，不知道大家有没有觉得很无聊？みんなつまんないと思ってるかな？わかんない。好吃，好吃。好吃。希望之后我跟文旦要是再去哪里的话呢，我们会再继续拍东西的。呢？嗯。那今天的影片就到这里啦，大家拜拜啊！如果说你喜欢我的影片呢，欢迎你帮我按个赞，然后订阅。然后按铃铛，让我的影片都会收到你的最新通知，那边就可以最先抢先看我们的影片哦。那这样我们就下次再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。